にちは、池田しおりです。みさきです。今日は頬がこけててお悩みの方や、年齢を重ねてきて顔が少し下がってきてる方に向けて、顔がふっくら見えるようなチークの入れ方とハイライトの入れ方をやってみました。通称オタフクメイクと呼ばせてもらっています。すごい簡単なやり方なので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ナーズのコンシーラーを使います。顔を鏡に対して下に向けて、ほーという感じに顔を細めます。それでここのこけてる部分にハイライト効果のあるコンシーラーを入れていきます。指で軽くなじませます。この後ツヤを出すためにハイライトも入れるので、そんなに多くなくて大丈夫です。このような感じでしっかりなじませます。太めのブラシと無印良品のオレンジチークを使っていきます。クマの下にチークを横に入れていきます。でその時にフェイスラインよりはみ出ないように、この内側まで入れていきます。で横に入れたら軽く縦にも動かします。縦にも入れることによって自然にボケてくれます。3のハイライトを使っていきます。先ほど入れたコンシーラーのところと、ほっぺの少しこの辺りにもツヤを足していきます。そうすることによってツヤとふっくら見える印象になります。はい、こちらが完成です。頬がこけてる方や年齢を重ねて下がってきてる方にとてもおすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。